両絆に所属する魚類の分類群の一つ。ガーカイチカのみで構成され、スポテッドガーアリゲーターガーなどに属なナッシュが記載される。また、学名に従ってレピソステウスメ、レピソステウスカと表記されることも多い。シンヒレアコに含まれる原生の魚類として、アミアメと並び最も原始的な一群とみなされている。新ヒレアコの下に、ハレコストウ類と呼ばれる区分があり、 それに属している。シンホネ類には含まれない。学名は、レピサースティアフォームズとされることが多いが、セミアノタフォームズと統合して扱われることも少なくない。後者はすべて絶滅し、原生種はない。学名は、レピストオスティアスの合成語からなる。学名を直訳し、ウロコ骨魚科または、輪骨魚科と書かれることもある。後輪を持つことから、また、 それが光沢を放つことから光輪魚、または光鱗魚とも呼ばれる。ただし、光輪を持つ魚類には、ア,ミアメ、チョウザメメ、ポリプテルスメなどの異なる系統も含まれる。ガーメの化石種。ガー類は白秋から死神魚にかけて、ほぼ全世界で繁栄したが、原生種の分布は北アメリカ、中央アメリカに限局する原生のガーメの魚類は、北アメリカ東部、中央。 アメリカ及びキューバに分布し、ケベック州南部に生息するロングノーズガー、コスタリカのトロピカルガーがそれぞれ北限と南限になっている。基本的に全て淡水魚であるが、寄水域でも観察されることがあるほか、キューバンガーなど一部の種類は海域にも進出することが知られている。ガー類は水草の生い茂る浅場や三日月湖、バイユーと呼ばれる湿地帯など、 流れの緩やかな生水域に生息することが多い。食性は肉食性で、ある程度まで成長したものは、他の魚類や甲殻類を主に捕食する。孵化した飼魚は、他の魚と同様に卵黄がついており、それが吸収されると、赤虫、ウフラ、ミジンコ、その他の動物プランクトンを食べる。飼魚になると水に落ちた、昆虫、水生昆虫や小型の甲殻類も食べる。 水域の生態系では上位捕食者に位置する。特にアリゲーターガーは制御になればほとんどが相手に襲われる心配がなくなる。しかしヤツメウナギ類の攻撃からは逃れることができない。硬い鱗も破られてしまう。一方でヤツメウナギは皮膚から毒を含む粘液を分泌することでガーなどに捕食されることを防いでいる。甲骨魚類及び 軟骨魚類において厳正する目の中ではシーラカンス目銀ザメメに次いで早く出現した。セミアノタフォームズ目は古生代ペルム紀構期の地層から最古の化石が見つかっている。デピサースティアス属は南北アメリカ大陸、ヨーロッパインド、アトラクティスティアス属は南北アメリカ大陸、ヨーロッパアフリカからの報告がある。ガーガに属する種は 白秋前期の約1億1000万年前に初めて現れたとされる。古代における本命魚類の生息範囲は現代よりも広く、特に中世代白秋から新世代四神世にかけては世界の大部分に分布していたと見られている。しかし、現時点においてはオーストラリアと南極大陸からは化石が発見されていない。日本を含むアジア地域には 原生のガーカ魚類はいないが、北九州の白亜紀の地層から化石種が発見されている。ペルム紀後期からジュラ紀にかけては変化があったものの、白亜紀以降は形態においてほとんど変化がない。ゆえに古代の形態を留めていることから、生きた化石やカブトガニなどがあると呼ばれている。この形態が成功したものであるためか、現在までにペルム紀大絶滅。 三畳期大絶滅、恐竜や主張竜などの爬虫類が絶滅したことで、知られる、白亜紀大絶滅といった三回の大量絶滅を経験しているが、それらを生き残ることができた。ショートノーズガー。細長い体と糞の突き出た顎、全身を覆うがノインウロコの突出した、著しく細長い両角を持つ。下顎のみが長いさよりかなどとは異なり、上顎の方が、やや長く突き出る。 最大でも全長 88cm のショートノーズ側を除く6種は、いずれも全長が 1m を超える記録があり、最大種であるアリゲーターガーは、最大で 3.05m。体重ではこれより、わずかに小さい個体で 137kg の記録がある。細長い矢後には、針のように、鋭い歯が並ぶ。背びれは、体の後方に位置し、尻びれと互いに向かい合う。 尾ひれは上下非対称のようとなっているが、より古い系統の魚類と比較しその形状は簡略化されている。骨格は完全に甲骨化し、エラ上骨は3本で、マサイ骸骨をかく。両側に2個以上の上側頭骨を持ち、突き骨は体となる。主上顎骨は小さく不動性で、前上顎骨を持たない。椎骨は前方が突出し、 後方がくぼんだ後、うせいで、他の魚類には、ほとんど見られない特徴となっている。全身が剣道なひし形の鱗で覆われ、側線鱗は50から65枚。ガノイン鱗は、原生種では、本目とポリプテルス目、長座目目、網目などに共通して見られる、原始的な甲骨魚類の特徴の一つである。浮き袋には、血管網が発達し、肺のように、 空気呼吸を行うことが可能となっている。ガー類が好んで生活する流れの少ない水域は低酸素状態に陥りやすいが空気中の酸素を取り入れることで生存を図ることができる。ただしエラ呼吸の機能は空気呼吸ができない魚に比べて劣り、それだけでは生存できない。実際に空気を吸うための隙間がなくなったことにより、 空気呼吸ができなくなり死亡した例がある。急激な変化には弱いものの、緩やかに変化するのであれば、pH や水温が高いなどといった他の魚が生きられない悪条件でも生存できる。シカゴのシェット水族館で飼育されている個体、ガーの仲間は観賞魚として、世界各地の水族館、時には個人のアクアリウムでも飼育対象となる。総じて大型になり、 体も頑丈なため、飼育にあたっては、体長の1.5倍程度の幅と奥行きのある、水槽が必要で、アトラクティスティアス属の3種とロングノーズ側については、特に大型の水槽が求められる。無理に狭い水槽で飼育すると、成長に支障が出たり、糞の先端を傷つけて、コブができてしまうことがある。鋭い歯を持つため扱いには、注意を要する。飛び出し防止のための、 蓋は必須である。空気呼吸をするため、必ず蓋と水面の間に、太鼓の1から2倍程度の空間を確保する、必要がある。大きさを除けば、とても管理が容易であると言える。ほとんどの魚類に比べ病気にかかりにくい。もし、ガーが生存できないのであれば、飼育者の管理や、使用器具の問題が真っ先に疑われると言っても良い、ほどである。性質はおとなしいため、 同種意志を問わず全長が半分以上ある複数の魚とも混泳ができる。それ未満であれば、尾びれやその他のヒレをかじられてしまうことがある。そういった場合はどちらかを他の水槽に移す必要がある。ガー同士が最も好ましいが、鯉、フナナマズやポリプテルスなど大きさが適当であれば、ほとんどの淡水魚と同じ水槽で飼うことができるため、そういった。 シークレも多い。ただし、日本ナマズなどの一部のナマズは、攻撃的な種もありやや小さい大きさであっても、ガーに対し攻撃することがある。その際には、驚いたり逃げようとしたりすることも多く、水槽の壁に体や糞をぶつけてしまうことがある。餌は、人工飼料よりも生き餌を好む。毒がなく大きさが適当であれば、種類を問わず様々な淡水を、エビ、ザリガニ、 カエルなどを食べる。ただし、ガーは餌を捕らえることが上手ではないことや、在来のカワウオには動きが素早いものが多いため水槽が極端に広すぎる場合、捕まえることが困難になることがある。繁殖に関する疑問近年、飼育放棄による河川への放流が相次いでいる。主な河川としては、玉川や飲み川などが挙げられる。特に、アリゲーターガーの場合、かつては、 幻のガーと呼ばれるほど非常に高価であったため十分に資金がなければ購入できなかった。しかし1994年に大量輸入が始まり価格が暴落したため網に飼育することができるようになりそれと同時に河川等への放流が目立つようになった。制御であれば摂氏10度程度の低水温にも耐えるため工業排水の放出があるなどの温暖な河川では 密放流された個体が越冬、繁殖する可能性がある。ただし、2011年8月15日現在、それらの明らかな証拠は確認されていない。琵琶湖では、漁業資源や固有の生物種への悪影響が危惧されている。しかし、現時点では国内すべての淡水域において、深刻な影響や漁業被害も報告されていない。2008年9月22日、 琵琶湖で全長8 9トルのアリゲーターガーが捕獲されたが、これは繁殖したものではなく、ある程度まで成長してからの飼育放棄により放流されたものである可能性が高い。仮にアリゲーターガーが繁殖しているとすれば、生魚や若菜だけではなく、幼魚や稚魚も捕獲されるはずで、むしろ校舎の方が捕獲例が多くなるはずである。 しかし、幼魚や稚魚は捕獲された例がない。これまで捕獲されたものは全て生魚や若菜であり卵も発見されておらず、繁殖は確認されていない。以下の条件により、アリゲーターガーが琵琶湖で繁殖できるかは疑問がある。水温琵琶湖は1年で数ヶ月間は、水温が摂氏10度を下回り1から2月には摂氏4度ほどに下がるため、アリゲーターガーにとっても越冬は、 難しいと考えられる。特に死魚から幼魚のうちは摂氏10度未満の低温や急激な水温への変化に耐えることができない。原産地は温帯に属す場所も多いが、冬の気温が高いため、年間における水温差が小さい。琵琶湖などは水温差が大きく変動も激しいため、生存に適しているとは言えない。ミシシッピ川の川口周辺では5月。 メキシコでは4月に産卵するが、日本は現地に比べ春の訪れが遅いため仮に産卵できる場合であっても、それよりも遅くなる。現地では食料資源も豊富で冬の訪れも遅いため、その前にある程度成長し、越冬のための体力と栄養をつけることができる。しかし、日本では夏が短いことに加え、栄養価のある食料も少なく、 越冬に見合わせた分の体力をつける前に冬を迎えることとなる。よって原産地よりも寒く長い冬を乗り越えることは困難になる。日本に輸入されるものは原産地ではなく年間を通して温暖な東南アジアで養殖された個体である。当然、何世代も温暖な環境で過ごしているため、野生個体に比べ多少なりとも体寒性が衰えている。 日本の河川における環境工業排水などにより年間を通して水温の高い河川もあるがそういった場所は川底や岸辺がコンクリートで覆われていることが多く獲物である淡水魚が不十分な場合も多い十分にいる場合であってもアリゲーター川は流れの速い場所に適していないことや高く跳ねることもできないことにより石や魚道などの高低差がある場所を登ることもできない そのため越冬できる場所はさらに限定される。在来種は低温に耐えることができるため、他の場所に避難することによって、食料を不足に陥るため、生存率は低下する。日本の河川は長期生存に適した環境が少ない。流れの遅い場所が連続している場所が、原産地では一般的であるが、日本では大きな川の川口付近や下流を除いて、そういった場所が少ない。 多くの場合、縁、泥場、平瀬、早瀬が交互に連続していることが多く、瀬で流されることはあるが、登ることができない。また、ダムや堰などで分断されている場所も多い。したがって、大きな河川の下流を除いて、河川での長期生存、繁殖の可能性は低い。飲み川のように全面あるいは両岸がコンクリートで覆われている河川は、 食料資源が不足するという条件で、長期生存及び繁殖は不可能であると考えられる。水位の変化が激しいことも繁殖に向かない条件となる。卵は水深の浅い場所に産み付けられるため、水位が下がった場合、孵化する前に干上がってしまう可能性がある。反対に水位が上がった場合は、口日のような危険にさらされる。 洪水及び鉄砲水遊泳能力が乏しいため、洪水で全滅あるいは多くが死滅してしまう可能性もある。原産地であっても洪水は起こるが、河川の勾配が緩く、川幅が広いため、水量は増えるが流速はそれほど速くならない。よって、原産地では海まで流される危険性は低い。しかし、日本のほとんどの河川は原産地よりも、 はるかに勾配が激しく川幅も狭いため水量が増えれば流速が普段の数倍20倍程度になることも珍しくない普段はほとんど流れがない場所であっても同じ場所とは思えないほど激変することも多い原産地では堤防が決壊し氾濫することで流れが分散されることもあるしかし近年の日本ではそういったことはそれほど多くなく狭い場所に 水が集中することにより、下流や川口付近であっても、かなりの流速になる。したがって、海まで流されてしまう可能性も、低くない。その際には、水の勢いにより沖合数キロメートル10、数キロメートルまで流されてしまうと考えられる。さらに、海流、潮流や波に翻弄され、流されることもあるため河川に戻ることは難しくなると、考えられる。原産地では、 奇水域に進出することが知られているが、原産地では、奇水域の面積も広いため、急激に塩分濃度が変化しない。実際に移動する際も、ある程度の時間をかけて塩分に慣らすため、急激な濃度の変化には耐えられない。したがって、塩分濃度の変化が原因で死滅してしまう、可能性が高い。仮に、それに耐えることができたとしても、海には、 淡水とは比べ物にならないほど多くの捕食者がひしめいており、そういった捕食者に対してほとんど無力であると考えられる。それゆえ、動きの鈍いことが災いし、なすすべなく簡単に捕食されてしまう可能性が高い。したがって一旦海に流されれば生存できる可能性はほとんどないと言える。洪水により卵も被害を被ると考えられる。卵は 水草や川底の石に付着するが、現地では水流が遅いため流されてしまう心配が少ない。しかし、日本の河川では卵を付着させた石や水草ごと流されてしまうか、上流から運搬された土砂に渦漏れてしまう可能性が高い。また仮にそれを免れることができた場合も、下流では洪水の前後で流路が大きく変化することも多い。洪水の前は、 水面下に産み付けられた卵も、洪水後に水位が下がった時、水面から出てしまうこともある。仮に繁殖した場合の影響についてまた、以下の理由から外来魚、特定外来生物である、ブラックバス、ブルーギルほど深刻な悪影響を与えることはないと考えられる。低温に弱いこと一年を通して、水温の低い水域には生息できないため、そういった場所の魚類には、 影響が及ばない。ブラックバスやブルーギルはガーに比べて低温に強いため、影響を与える水域も広くなる。流れの速い場所を泳ぐことが得意でないこと日本の河川はガーの繁殖に適した流れが穏やかな場所が少ない。また、河川に住む在来魚は細い防水系の体を発達させることでガーよりも遊泳力が高いため、背が多く、 流れが速い河川に適応している。よって、そういった河川には川は繁殖できず、そこに住む在来魚には影響が及ばない。空気呼吸の穴ほとんどの魚と違い、数分おきに空気呼吸のため水面まで上がり空気を吸う必要があるため、長時間深い場所に潜ることができない。琵琶湖は平均水深が41.2メートルあり、多くの魚は、 水深が深い場所に逃げ込むこともできると考えられる。ブラックバスやブルーギルはエラ呼吸であるため深い場所に潜り続けることができる。体や習性におけるデメリット水深の浅い場所には水性植物が群生している場所も多く、体が大きく柔軟性に欠けるアリゲーター側はそういった場所に入ることができない。または動きがかなり制限される。そのため在来種の魚は 一時的、または、長期的に、そうした場所に隠れたり逃げ込んだりすることもできる。同様の理由で、浅いまたは、幅の狭い河川や水路、いわば、昭波ブロック、沈んだ流木、倒木や、船、護岸、杭や、水中の流木が密集した場所、不法投棄されたゴミ等に避難することもできる。例えば、ニゴロブナは障害物の多い場所を好むため、 それほど生存が脅かされないと考えられる。ブラックバスやブルーギルは体も柔軟であり、大きすぎないことや幅が狭いことにより、そういった障害物の中でも難なく泳ぐことができる。待ち伏せ型であるため、ほとんどの在来魚に比べ動きが鈍く、瞬発力も低い。したがって、前述のものと矛盾するようであるが、身を隠すことができない場所では、 魚を捕まえることが難しいと考えられる。当然のことながら、身を潜める場所のない沖合や開けた場所に逃れることもできる。また、ガーの仲間は他の肉食魚類に比べ獲物を捕らえることが得意でないため、多くの在来魚であれば襲われた場合も十分に逃げ切ることができると考えられる。特定3種は動きが素早く眠毛であるため、在来魚を容易に捕食してしまう。 成熟までの時間が長いこと仮に密放流された制御が越冬し産卵したとしても他の淡水魚に比べ成熟するまでに要する時間が長いことにより爆発的に増加する恐れはない。アリゲーターガーは成長が早く現地では6から11年で成熟するが、それは冬の水温が高く十分に食料があるという工場喧嘩の話である。水温が摂氏20度未満であれば、 成長速度が遅くなり、摂氏15度以下に低下すればほとんど止まってしまうため、原産地よりも成熟までに時間がかかる。短期間で増加すれば、他の生物がそれについていけない可能性があるが、数十年の時間をかけて増加するのであれば、他の生物はそれに合わせることができる。他の炭水魚は、アリゲーター側に比べ世代交代がかなり早いため、環境の変化にも適応しやすい。 ブルーギルが急激に増加した理由としては、早いものは1年で成熟すること、稚魚までは親に保護されること、幅広い植生、環境に対する適応力が挙げられるが、すべてのガーはこれらの条件を満たしていない。成熟するまでの生存率が低いこと、制御になるまでの生存率が低いことからも、爆発的に増加しないと言える。成熟するまでの時間が長いこともあり、そのうちは、 様々な動物に全長が0.8から1メートルを超えるまでは、微薄を生ずに捕食され、制御になる前に十分に減少する可能性がかなり高い。特に、ブルーギルは他の魚類の飼魚や稚魚を好んで捕食する。ガーの仲間は体高が低く、棘状もないことから、同じ全長の多くの魚類に比べ捕食されやすい。一方で、高い体高と背びれに約10本、 尻びれに約3本のトゲ状を持つブルーギルは、ブラックバス及びその他の魚類に捕食されにくいことが分かっている。また、ビワコウオ,オナマズは、雑食性の種が多い在来魚のうちでは極めて、魚食性が強く、他の在来魚には捕食されにくい、ブラックバスやブルーギルも捕食できることが知られている。アリゲーターガーは、中高生であるため、夜間は、 水面付近に浮くような体勢でほとんど動かない。故に夜行性の捕食者にはほとんど無防備であり、ナマズは昼間は深い場所で隠れているが夜間には表層。そのため、それらに簡単に捕食されてしまうと考えられる。アリゲーターガーなど一部の種類は食用としても利用される。一方でガー類の卵は一般に有毒で、 実験的に投与されたマウスに対して的に作用することが知られる。この毒が生態学的にどのような意味を持つのかはほとんどわかっていない。卵の直径は3ミリメートル程度で緑色であり、水草や川底の石に付着できるようになっている。釣りの愛好家の中にはアリゲーターガーが釣りの対象になる魚を食害し、水産資源を激減させていると考えている者も,もいる。 しかし、実際にはこの考えは誤りである。詳しく調査された結果、アリゲーターガーはこれらの魚類や水鳥を稀にしか食べず、その他の魚類や甲殻類が主な捕食対象であることが分かった。むしろ、アミアと同様に、ガーがいなければその水域は他の魚類で過密状態に陥り、健康な個体が生育できなくなってしまうのではないかという指摘がある。ロングノーズガー。 繁殖期に河川を遡上する習性が知られているスポッテッドガー。反問による退色が特徴で、最もよく知られたガーの一種であるガー木はガー科のみ一下で構成され、ネルソンの体系において二族七種が認められている。顎工場砂に含まれる魚類には55の目が存在するが、このうち八番目に種の数が少ない。二族は、 エラハの本数と形態で鑑別され、アトラクテスティアス族は59から81本の大型のエラハを持つ一方、レピサースティアス族のエラハは小さく14から33本である。東南アジアに分布するニードルガーやヨーロッパ周辺の海域に分布するガーフィッシュワガーに似た外見を持つが、この目には属さない。どちらも脱目脱下に含まれる。また、 ガノインウロコもなく、分布も重なっていない。アトラクティスティアス属、レピサースティアス属、現時点において、保存の良い標本があり、明らかに種として区別できるものは12種で、原生する2属のほかマスラスティアス属、アペグシース属、アニグシース属などに分類されている。ジュラキ中期から、白コ後期に生息したスピドリンクスは、外見がガーパイクに似ているものの、 この仲間には含まれない。むしろ網や目に近いとされる。絶滅した属英アフリカノスの化石アトラクテスティアス、属の化石アトラクテスティアスストローシーの化石厳生する属に含まれる種。ありがとうございます。